こんにちは、アラサー夫婦です。今回は2000万円でも可能、収支均衡型セミリタイヤというテーマでお伝えしていきます。皆さん、セミリタイヤに向けてどのぐらいの資産を形成しようと考えていますかおそらく3000万円や5000万円をイメージしている方が多いと思います。ただですね、セミリタイヤを実際にしている方の中には、なんと2000万円以下で生活されている方がいらっしゃいます。 なぜそんなに少ない資産でセミリタイヤできているのかそれは収支均衡型セミリタイヤをされているからなんですね。なので今回はこの収支均衡型セミリタイヤについてご紹介していきたいと思います。まずはじめに一般的なセミリタイヤについて確認しておきましょう。セミリタイヤなのでセミがついているということで完全にリタイヤするということではないんですね。 なので、すべてをですね、資産収入から生活を賄うっていうわけではなくて、労働収入と資産収入を合わしたもので、生活費を賄っていくっていうようなイメージかと思います。なので、ある程度ですね、この資産収入が大きくないとですね、この労働の割合っていうのを減らせないんですよね。なので、皆さんですね、3000万円とか5000万円といった莫大な資産を形成しないといけなくなるんですよね。 今回ご紹介する収支均衡型セミリタイヤっていうのは先ほどのですね、一般的なセミリタイヤとは大きく違います。でその大きく異なる点としましては、この資産収入をですね、生活費に加えないんですね。つまり、労働収入とこの生活費っていうのがニアリーイコールの関係になるんですね。 つまり生活費だけをこの労働収入、アルバイトだったり副業といったもので生活費を稼いでいくっていうことです。なのでこれまで形成してきた資産に関してはですね、手をつけずにずっと運用を継続していくっていうような形になります。こういった形のことを収支均衡型セミリタイヤというふうに言われています。 このですね終始均衡型セミリタイヤっていうのをですねこう名付けられた方がいらっしゃるんですねその方についてご紹介していきますこちらですね先輩セミリタイヤの方としまして今回ご紹介する金村圭介さんですね This is money. キムのセミリタイヤ日記というブログもですね、運営されております。また概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。で、この金村圭介さんですね、結構このセミリタイヤ界隈では有名でですね、最近もですね、こう Yahoo ニュースとかでもあの記事に取り上げられていたりとかですね、セミリタイヤを目指している方であれば一度は聞いたことがある方かもしれません。で簡単にですね、プロフィールをご紹介していきます。1985年 生まれでおそららく現在36歳ぐいいだと思いますでセミリタイヤ歴は3年目になります2018年の3月にセミリタイヤをされておりますでもともとは公務員で働かれてたんですねで福岡でずっと働かれてたんですが、まあ、セミリタイヤをきっかけに札幌に今移住されているようですねでセミリタイヤ時の資産としては4000万円を形成されてました 内訳は3000万円は金融商品。まあメインはインデックス投資をされてましたね。で、残り1000万円は現金で持っていたそうです。で、現在ですね、直近の資産運用の状況を見るとですね、なんと5000万円までですね、資産が増えているっていうことで、あの現在の株高の恩恵も受けてですね、あの順調に資産が増えているようです。 金村さんの毎月の収支についてもブログで掲載されていて、だいたいですね、毎月10万円から19万円ぐらい収入があるようですね。結構月によってはばらつきがあるようで、メインのアルバイトをしながらも、なんかいろんな単発のアルバイトをされたりとかですね、あとはブログのアドセンス収入とかね、そういったものを合計してだいたいこれぐらいになっているようですね。 支出に関してもかなり低く抑えられていて、月10万円から14万円程度でしたね。なのでですね、本当にこの収支均衡型のセミリタイヤを現在実践されているんですよね。この金村さん自身は、セミリタイヤする時にはこの収支均衡型セミリタイヤっていうふうには考えていなかったみたいですね。セミリタイヤをしていく中で、こういったセミリタイヤの方法もあるんじゃないかというふうに言われてました。 金村さんのブログの中で言われていた言葉を右側に引用させてもらってます。労働には行き値がある。 行き地以下の労働なら一気に負担感が減少しますっていうことですね。まあ、これ本当にですね僕も共感するなっていうところで、ある程度この労働にも行き地があるっていうのはこう集合勤務っていうのはもうこの行き地を超えちゃってるんですね。まあ、つまりはこう沸点みたいなもので、あの水が沸騰するこの沸点ってあるじゃないですか。まあ、それを超えるとやっぱ労働ってしんどいんですよね。ただそのこの沸点行き地以下の労働だったらある程度こう気持ちが楽なん ですよね これは本当に僕も今感じていてて、もともと僕もあの先月まで収録勤務をしていたんですよね。で、それ現在週5勤務に減らしたんですけど、本当に気が楽でですね、あのなんか週休2日にしただけなのにもうなんかちょっとしたセミリタイヤ生活みたいな感じでですね、感じれるぐらい、本当にこの労働にもこの意き地があるんだなっていうのを本当に感じています。この意き地以下の労働で生活費をですね、ある程度稼ぐことができれば、資産をですね、 に必要じゃないと具体的にはまあ2,000万円後半ぐらいあればですね十分この収支均衡型セミリタイヤ生活っていうのは実現できるんじゃないかというふうにブログの中でも書かれていましたなので彼村さんもこれを知っていたらあと1年を、ね、早くセミリタイヤできたなというふうにも言われていましたねなのでまあ一般的なですね資産切り崩し型だけでなくこの収支均衡型もこう検討する価値はありますよというふうに言われていました 詳しくはですね、ぜひ金村さんのブログを見てみてください。 で、もしかしたらですね、ここで、まあ、実際ですね、金村さんは資産4000万円もですね、もうある程度大きなね、えー、資産を形成してセミリタイヤしてるから、こういったことも言えるんじゃないかというふうなですね、まあ意見もあるかと思います。で、いろいろですね、あの資産少なくセミリタイヤしている方をこう調べてみますとですね、やっぱりいらっしゃるんですよね。この収支均衡型のセミリタイヤ生活をまさに実践されている方がいらっしゃったので、えー、2名ですね、えー、ご紹介していきます。 お一人目は、株のファイヤーミニ生活というですね、ブログを運営されている方ですね。この方はセミリタイヤをされてもう5年目に入っているっていうことで、結構ですね、この台湾でセミリタイヤ生活を実践されているようですね。結構台湾と日本を行き来されているような感じですね。この方は資産2000万円でセミリタイヤされてます。 年収は100万円程度で、支出も同じぐらい、100万円から120万円程度ですね。かなり安く抑えられてますよね。なので、まさにですね、この収支均衡型のセミリタイ生活をですね、実践されているわけですね。 続いてお二人目はミクさん。こちらの方は以前にもご紹介させていただいたんですけど、リタイア歴は2年目の方ですね。で、この方はなんと資産1000万円なんですよね。えー、先ほどのカブさんは2000万円だったんですけど、このミクさんは1000万円ということで、かなり資産としては少ない方だと思うんですね。 投資に回している割合としては、大体資産の20%をインデックス投資に回されているっていうところでしたね。生活費は大体毎月3万円から4万円です。で、持ち家をもうすでにですね、150万円という格安の家を購入されて住まれているので、家賃は入っていませんが、毎月生活費は3万円から4万円。収入は3万円から5万円程度ですね。まあ、ブログや YouTube の収益だったり、あとは、知見もされているっていうことを言われていましたね。 なので、まあ、このお二人ですね、まさに本当に収支均衡型ということで、本当に生活費だけをですね、まあ、稼いでいるっていうような形で、えー、セミリタイヤ生活をされているっていう方です。お二人のブログのリンクも概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。で、これまでですね、この収支均衡型のセミリタイヤをね、されている方についてご紹介してきましたが、僕自身ですね、このメリット、デメリットについて考えてみました。 でまずメリットとしては3つですね。1つは少ない資産でセミリタイヤできるということです。 二つ目は早くできるっていうことですね。まあ、これは本当にメリットですよね。あの、本当にこう、明日にでもこう、セミリタイヤしたいって思っている方、少なくないと思うんですよね。まあ、そういった方はですね、ぜひこういう収支均衡型のセミリタイヤっていうのは、あの、一つ、あ、こういうセミリタイヤの方法もあるんだなというふうに、頭の中にこう、置いておくとですね、すごいこう、あの、生活が楽になると思うんですよね。結構余裕が出てくるというか。 3つ目のメリットは資産は複利で増加していくっていうことですね。これまでご紹介してきた方はですね、基本的に資産をこう生活費にこう取り崩したりしていないんですね。なので、保有している資産はずっとですね、複利で運用していけるわけなんですよね。 なので、セミリタイヤした時点では、資産は少ないかもしれないですけど、10年後、20年後、30年後ですね、まあ、老後になっている時には、ある程度の大きな資産になっているっていうことは、まあ、容易に予測できますよね。続いて、デメリットについては2つですね。1つ目は、支出カットをしなければならないということですねで。これまでご紹介してきた3名の方ですね、かなり支出が少ないのを皆さん感じていると思います。それはですね、僕自身も本当に感じていて、あの、節約が苦手 私ただ、この支出をですね、抑える力が高い方にとっては、この収支均衡型のセミリタイアは本当にこう、向いているんじゃないかなというふうに思います。逆にですね、この支出をどうしてもですね、こう、抑えられないとかですね、まあ、お子さんがいて、どうしてもこう、生活費がかかるとかね、そういった方に関しては、ちょっとこの収支均衡型のセミリタイアっていうのは、ちょっと難しいのかなっていうふうに、僕自身は感じております。 続いて二つ目は、労働が多くなるということですね。まあ、これはですね、資産からの収入を生活費にこう当てにしないっていうことになってくるので、どうしてもこの労働っていうのが必要になってきます。 で、特にですね、こう、時給が低い労働とかをこう選んでしまうと、その分労働時間が多くなってしまうので、本来したかったセミリタイア生活っていうのが、なかなかですね、結局はこう、働く時間が長くなってしまうみたいなですね、ちょっと本末転倒になってしまう可能性っていうのもあると思います。なので、あらかじめですね、自分がどれぐらいの時給で働けるのかっていうのは、事前にシミュレーションしておく必要があるかと思います。 では最後に、アラサー夫婦はですね、実際この収支均衡型のセミリタイヤっていうのをですね、聞いてどういうふうにセミリタイヤしていくのかを簡単にご紹介していきます。でこれまでもですね、えー、セミリタイヤプランに関してはご紹介してきましたが、実際ですね、私たちアラサー夫婦自身もこの収支均衡型セミリタイヤ生活にですね、えー、割と近いのかなっていうふうに思っております。 で、簡単にですね、支出と収入の内訳ご紹介しておりますが、だいたい支出としては、生活費はまあ毎月だいたい25万円ぐらいですね。で、セミリタイア後も積み立 NISA は満額運用していこうと思っているので、3.3万円ですね。あとは税金でですね、2万4千円程度かかるかなっていうところで計算しております。なので、支出としては30万7千円程度になるかなっていうところを考えてます。 収入に関しては、私と妻ですね、共働きでセミリタイアしようと考えています。で私が収入が15万円。だいたいまあ週3日勤務でこれぐらい稼げたらいいかなっていうのをシミュレーションしています。妻は7万円ですね。アルバイトで働いてもらおうと考えています。この YouTube ですね、まあ7万円としているんですけど、現在大体収益としては10万円前後ぐらいになってきているので、まあ少なく見積もってちょっと7万円とさせてもらってます。 あとは、後輩等株からの配当金ですね。毎月だいたい3万円ぐらい、税引き後ですね、いただける予定となっています。収入の合計としては32万円ですね。なので、支出の30万7千円と、まあ、ほぼほぼ同じぐらいになるかなっていうところです。ここで一部配当金3万円っていうのは入れているんですけど、まあ、ほぼほぼですね、この労働収入で生活費はまあ稼いでいるっていうのがわかると思うんですよね。 一部配当金として資産収入を得ながらですね、まあ、日々の生活を良くしていきたいっていうところで、この配当金もですね、収入に考えております。で、もっとですね、詳しいシミュレーションに関しては、こちらの動画ですね、30代2000万セミリタイアプランというところでもっともっと具体的にですね、働く日数とか、社会保険のこととか、詳しくシミュレーションをしてますので、ぜひ気になる方はこちら見てください。 で、プラスしてですね、10年後とか無理、とにかく早くセミリタイヤする方法っていうところで、あの、具体的にですね、どういうことをしていったら、こういうふうにですね、終始均衡型のセミリタイヤができるのかについても解説してますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。 私自身、本当にこの、すでにセミリタイヤされている方のブログとかって、本当によく見ていて、で、本当にですね、まあ、すでにセミリタイヤされている方の経験って、まあ、学びになりますし、新たな発見を、こう、させてもらえるんで、ぜひですね、皆さんも、ブログとか YouTube ですね、もうすでにセミリタイヤされている方の声って、本当にリアルだと思うので、ぜひ、あの、見てみてください。 で毎回恒例の沖縄トークのコーナーですが今回は私たちもですね一緒に写っている写真なんですけどあの実はなかなかですねもう写真がなくなってきててっていうのもね本当に沖縄に最後行ったのが。 本当に1年以上前になっているので、もうね、写真が少なくなってて、ちょっと被ってくるかもしれませんが、ご了承ください。で、今回ですね、この写真は、これで分かったらですね、本当にすごいんですけど、これはですね、あのビセのービーチになります、まあ。ビーチというかですね、このビセのですね、ビセはですね、本当にこの遠浅になっていて、本当に遠くまで行ってもこう、ずっと浅いんですよね。なんで、この写真撮ってるのも、本当にこう、結構ね、ビーチのところから、 からこう歩いてお気に入っているところなんですけどそれでもこんな感じに浅くなっているんですねで遠くに見えるのがあれが家島なんですよねなので本当にこうね歩いていけそうな感じなんかしますよね。 もちろん、ヴィセの海は、こう、ずっとこんな感じっていうわけでもなくて、もちろん、あの、深くなっていて、こう、ぐっと潜れるところがあったりとか、もっとあの、サンゴがあるようなところもあるんで、まあ、こういうふうにね、あの、遠浅でこう、楽しめる海っていうのも本当に素敵だなっていうふうに思います。ぜひ、沖縄の北部の方に行かれた方は、ぜひヴィセに寄ってみてください。 このチャンネルでは私たちアラサワ夫婦が沖縄移住しセミリタイヤするまでの過程を日々発信しております。ぜひ高評価、チャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。